ついに、関空軍の動きが見れる事態になってきました。F-35A 戦闘機での胴体着陸で待ったなしになる重整備拠点を、どの国にするのか、アメリカですかね。今回は、日本の F-35 重整備拠点を詳しく見ていきますね。ついに、馬良島強襲揚陸艦の出番が回ってきました。胴体着陸の原因も分かってきましたし、何よりどこで修復するのか、興味もありますよね。日本には来ないでほしいと考えています。めんどくさい。2022年1月4日、訓練飛行を実施していた韓国空軍の F-35 ライトニング2A 型1機が電子制御上のトラブルに見舞われ、なんとか機体を胴体着陸させて事なきを得た事象が発生したが、どうも原因は鳥だったようだ。航空機事故で、一般的にバードストライクと呼ばれるのが、空中での鳥との衝突で生じる事故であり、今回の韓国空軍の F-35 ライトニング2A 型にも、その痕跡が見つかったという報道がなされている。ただし、このバードストライクが原因で、当該の F-35 ライトニング2A 型に電子制御上のトラブルが発生したのか否かについては、今後アメリカから到着する調査チームと韓国空軍とで解明を進める予定とみられる。高速度で飛行を行う航空機ではたとえ、それ自体は小さな鳥であっても、衝突の衝撃でのトラブルや、吸気口から、それらが、機関部の内部にまで達すると、重大なインシデントに及ぶケースも多く、今回は不幸中の幸いだったのかもしれない。しかし、この胴体着陸によって、県の F-35 ライトニング2A 型は、当然、機体そのものにも、ダメージを負っており、かつ、内部の電子制御のトラブルが発生している点を考慮すれば、韓国が自国内でこれをレストアすることはほぼ不可能だろう。というのも、F-35 ライトニング2という戦闘機の重整備は、MRO&U、メンテナンス・リペア・オーバーホール&アップデートと呼ばれる専用施設でしか行うことができず、韓国内にはこれは存在しないからだ。F-35 ライトニング2の MRO&U は、全世界で4カ所、アメリカ本国とヨーロッパではイタリア、アジア太平洋地域においては、日本とオーストラリアのみに設置されており、基本的には、採用国が、最寄りの拠点を利用する前提となっている。これは、F-35 ライトニング2の持つ、高度な機密性を保つための措置であり、大元のロッキード・マーチン社しか、手を加えることのできない、ブラックボックス等へのアクセスを制限するために課せられた手法だと言えそうだ。日本の MRO&U は、愛知県の西春日井、郡と与山町にある、三菱重工業者の小牧南工場内に設置されており、同工場は、F-35 ライトニング2の FACO、ファイナルアッセンブリー&チェックアウトの機能も合わせ持っている。2015年に、F-35 ライトニング2の FACO として、その最終組み立てを担う拠点として、稼働を開始した三菱重工業者、小牧南工場だが、その前年の2014年に、MRO&U を併設することは、決められており、両方の役割を果たす拠点となっている。三菱重工業者、小牧南工場は、アメリカ国防総省の意図として、アジア太平洋地域の北半球における F-35 ライトニング2のメンテナンス拠点となるべく選ばれたもので、日本は、もちろん、同地域の同期採用国の利用を前提としていた。そのため、具体的に、三菱重工業者、小牧南工場では、航空自衛隊の保有する F-35 ライトニング2をはじめとして、在日米軍の保有する機体や、韓国空軍が保有する機体の重整備を一手に担うことが予定されていたと言える。しかし、このニュースが、日本の NHK によって報じた後に、韓国では、これを受け入れられないとする意見が、噴出。
アメリカの思惑に反し、自国の F-35 ライトニング2の重整備を日本に依頼するなど、言語道断だとする姿勢を取った。韓国側にしてみれば、日本のしかも、かつての戦犯企業だと、同国で名指しされている三菱重工業者に対し、自国空軍の最新鋭の戦闘機の整備を依頼することなど、世論を含めて、感情的にも、絶対にありえないとの反応を示したのだ。ただし、韓国空軍側としては、本音では距離的に近く、利便性も高い三菱重工業者の小牧南工場での準整備を受けることの合理性は、12分に承知しているものの、世論の手前それをすんなりと認めるわけにはいかないとも言われている。一時期は、これらを一挙に解決する手段として、韓国内に、新たな F-35 ライトニング2用の MRO&U の設置をアメリカに持ちかけたこともあったが、無論、アメリカ側が、このような提案を受け入れるはずもなく、時間だけが経過していた。そもそも、韓国は、当初、F-35 ライトニング2の A 型を60機調達する計画で進めており、先頃より、3万トン超級の航空母艦に、建造を決めているが、ここで艦載機とする B 型も、先の A 型から、20機を転用しようというものである。ちなみに、日本は、F-35 ライトニング2を、A 型105機、B 型42の総合計で、147機を調達する予定であり、いずれにせよ、韓国は、日本の調達数の約 40% 相当しか調達しないため、MRO&U の設置など、もとより、非現実的としか、言いようがなかった。それでも、韓国は、面子にかけて、日本での重整備を拒み続けてきたわけだが、今回の胴体着陸事故によって損壊した機体が、どこに持ち込まれるのかの行方には、個人的にも、非常に興味を覚えるものとなっている。さて、肝心の F-35 ライトニング2だが、航空自衛隊では、2019年4月に、三沢基地所属の A 型が、訓練飛行中に消息を絶ち、これまで発生した同機の事故でも、世界で、唯一の痛ましいパイロットの死亡事故となったことも、記憶に新しい。これまで、F-35 ライトニング2の墜落事故としては、アメリカ空軍の A 型で1機、アメリカ海兵隊の B 型で2機、イギリス空軍の B 型で、1機の都合4機が報告されているが、これらでは、すべてパイロットは、緊急脱出に成功して無事であった。韓国空軍の、今回のケースの場合、F-35 ライトニング2の事故としては、世界で初となる胴体着陸を行ったものであり、緊急脱出を選択しなかったことについては、賛否両論はあるが、パイロットの操縦技能が高かったことは事実だろう。こうした中で、今では、当たり前のように、日本も調達を進める F-35 ライトニング2だが、この選定時に比較されたのは、ユーロファイタータイフーンや FA18 スーパーホーネットといった 4.5 世代の戦闘機たちだった。それらと比較した場合、F-35 ライトニング2が選定された最大の理由は、第5世代戦闘機としてのステルス性能云々よりも、友軍の多戦力との統合的なデータリンクに秀でていた点が決め手になったことが挙げられている。これこそ、大元の製造者たるロッキード・マーチン社が、F-35 ライトニング2を、ゲームチェンジャーや、ウェポンキャリアと、呼んで、既存の戦闘機の概念を覆す、存在として位置づけていることを物語るものだろう。F-35 ライトニング2が搭載している、アビオニクス類の性能は、日本が保有するイージス艦のうち、旧式なものであれば、シレオも上回る処理能力を有するとまで評されており、その大きさを考えれば、驚愕の能力だと言わざるを得ない。しかし、そうした兵器としての有用性を無視して、主として左派の一部では、前述のような、
事故や騒音が大きい欠陥機だと言い募り、これをアメリカのゴリ押しで大量に押し付けられたかのような言説が未だに多数見受けられる。こういった手合いには、であれば人間が乗り込む必要のない無人戦闘機ならば歓迎するのかと、間近にいるのであれば、聞いてみたい、衝動を抑えることができそうもないのだが、果たしてどのように答えるのだろうか。